ディスプレイ広告はテキスト、画像、フラッシュ、動画、および音声で作成されたバナーを通して配信されるインターネットウェブサイト、アプリ、ソーシャルメディアでのグラフィック広告のこと。ディスプレイ広告の主な目的はサイト訪問者に一般的な広告とブランドメッセージを配信することである。イマーケッターによると Facebook と Twitter は2017年までに ディスプレイ広告の支出市場シェアの33%を占める。Google のディスプレイ広告キャンペーンは世界中のインターネットユーザーの80%にリーチする。デスクトップディスプレイ広告は2014年に検索連動型広告の支出を上回り、モバイル広告の支出は2015年にディスプレイ広告を上回った。デジタルディスプレイ広告は会社の宣伝メッセージが サードパーティのサイト、ニュースサイト、ソーシャルネットワークなどのウェブページに表示されるオンライン形式の広告のこと。この広告は以前にウェブサイトを訪問しているが追跡ができない訪問者を除いてほぼすべての種類の顧客を企業のウェブサイトにアクセスさせページビューを増やすことができる。ディスプレイ広告の主な目的はブランド認知度を高めることであり、 消費者の購入意欲を高めるのにも役立つ。ソーシャルメディアは多くの組織で使用されている。一例として2014年にエサスとナイキが Google ハングアウトと協力して Google で最初のショッピングビデオウェブチャットを開発した。ここで配信された動画はナイキのエアマックスシューズの27周年を記念して展開されたディスプレイ広告の例である。動画広告は ユーザーのブランド認知度を高め、ハングアウトを主張して、ディスプレイ広告から遷移して、商品を購入させることが目的である。消費者は、ディスプレイ広告をクリックして買い物ができた。エサスの発表によると、ディスプレイ広告は、ウェブサイトにアクセスする、ユーザー数とエサスアプリのダウンロード数の両方を28%増加させ、ユーザーは平均して、 月に8回ウェブサイトにアクセスしたという。広告報酬の支払いは、サイト訪問者がディスプレイ広告が含まれる、ウェブページを開いて、ブラウザに広告が表示される、表示された広告を訪問者がクリックする、訪問先であらかじめ決められたアクションを実行する、段階で行われる方式があり、それぞれ表示報酬型、クリック報酬型、成功報酬型などと呼ばれる。 初期はインプレッションに従って支払われる方式から始まったがクッキーによる訪問者の追跡技術が発達するにつれ様々な種類の KPI が設定されるようになっている。アムステルダムコミュニケーション研究科スコアの二人の学生が様々なディスプレイ広告のフォーマットに対する視聴者の反応について研究を行った。特に 彼らは二つの異なる種類のフォーマットについて、フォーマットによって肯定的、否定的に捉えられることを実証した。このため、ディスプレイ広告メディアを最大限に活用するには、適切なフォーマットを選択することが重要となる。フォーマットには以下のようなものもある。イヤブが定める、標準広告サイズ。このイラストは縮小表示されている。実際のサイズを表示インタラクティブ。 アドバタイジングビューローは、広告の種類に適したフォーマットをより適切に選択できるように、クリエイティブが従うべきガイドラインであるディスプレイ、標準広告ユニットポートフォリオを公開した。以下の一覧は2007年のガイドラインである。数字の単位はすべてピクセル。上で太字で表示されているものは、ユニバーサルアドパッケージのサイズである。 背景が灰色で表示されているものは2011年の改定で削除された。このガイドラインは広告パフォーマンステストの結果得られる消費者の反応の変化、よく使われるデバイスやメディアタイプの変化などを考慮して2年ごとに見直しがかかるため常に最新の情報を参照する必要がある。2015年イアブは HTML も考慮したディスプレイ広告と モバイル広告のガイドラインを発表した。典型的なウェブバナー、サイズは46860ピクセル2017年、イヤブはサイズ調整可能な広告フォーマットを取り上げた新しいガイドラインと、拡張現実、仮想現実、ソーシャルメディア、モバイルビデオ、絵文字広告メッセージング、360度動画広告などの新しいデジタルコンテンツエクスペリエンスのガイドラインも 発表した。固定サイズのガイドラインは以下の通りである。ありがとうございます。